1階層下のディレクトリ移動完了。あのモビルアーマーに追跡とかされてないでしょうね。それは確認済みだから大丈夫。本当に何もないよ、このディレクトリ。ブレイクミッションすらないんだから。どういうこと？ハロ、ミッションの検索をしてないの？ハロ、サボってない。ブレイクミッション存在しない。通常検索だと引っかからないのかな。これならどう？何の警報よこれ。何をしたのさくら。アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。不安定なブレイク現象を通常検索対象から外してたんだけど、それを入れたらこれってわけ。まさかイリオンステーブルのメインプログラムにも干渉があるなんて。さくら、対処方法は？もう自動修復モードに入ってるし、ハロ君からシステムも切り離したから大丈夫。復旧まで少し時間がかかりそうだけど、何が起きたか見当はついてるし。小隊長、ミステルが小隊長だぞ。ともかく状況を整理したいんだけど。ここは復旧中で使えないから場所を変えよう。私が取り出せたデータについて説明するから。廊下真っ赤、廊下真っ赤。イリオンステーブル全体がこんな状態なのね。ちょっとさくら、一体何を読み込んだの？当然ブレイク現象が発生している歴史だよ。ただ修正方法が確定しているミッションを選んで検索してたんだよね。じゃあ修正できないミッションしかないってこと？正確には修正を確定させるデータがこのディレクトリ内に存在しないミッションってことかな。足りない、ここにはデータ足りない。そうか、今まではパズルからこぼれたピースが余ったことも足りなかったこともない。だからこそ歴史の修正が確定する。じゃあ今回引っかかったミッションって？そんなわけでここに取り出せたデータが一つ。ポストディザスターの歴史で起こったある戦争、厄災戦について。分かったわ、聞かせて。戦争とその後につながるミッションについて。厄災戦については分かったけど、今回のミッションとの関係は？以前エドモントンの本会議場に元アーブラウ代表のマカナイさんを送り届けたじゃない。あの後選挙には勝てたの？もうバッチリ大勝利。それから数年後、大仕事をやり遂げた鉄火団はアーブラウの後ろ盾を得て急成長。さすが鉄火団、大成功じゃない。あれ、そこに大昔のモビルアーマーがどう関係してくるの？うん、その後の鉄火団はアーブラウと SAU の武力紛争に巻き込まれたりで疲弊して火星の本部に撤退するのね。また紛争で居場所を失ったっていうの？やりきれない話ね。団員が幸せに暮らせるようにまた火星から出直すことになるんだけど、鉄火団の重要な資金源であるハーフメタルの採掘場から掘り出されたんだよ。まさかモビルアーマーが？だって300年以上前のものなんでしょ。ガンダムフレームだって同年代のものだからね。それが300年後も動いているということは、モビルアーマーも当然稼働する。人を殺すために人によって作られたおぞましい兵器。くそ、何なんだよありゃ。それを何としても止めるのが今回のミッション。場所は火星、独立自治区クリセ近郊。今回も鉄火団として参加することになるよ。団員のみんなとギャラルホルンの手も借りてモビルアーマーを破壊する。小隊長、いきなり総力戦よ。サポートはきっちりやるから。ただこのブレイクミッション、何が起こるかわからないよ。準備はきちんとね、小隊長さん。あの虫みたいなの何？それに
あのでっかいのが。あれがモビルアーマー始まり。天使の名を持つ人類の最悪。300年前、当時の人口の4分の1を殺戮した怪物。そのうちの1機、AI 制御の無人機だけで、それだけの。クソ、どうなってるんだ、団長は。本部、応答してくれ、本部。様子がおかしい。こちら鉄火団、実装2番隊。隊長は、連絡が取れないんだ。2番隊の隊長って、秋広アルトランド君。ミノ姉さん、全体に呼びかけて。鉄火団各位、応答願います。オルガ団長、三日月さん、秋広君。繋がらない。もしかしたら、みんなブレイク現象で。ガンダムフレームもリーダーもいないんじゃ、この戦い、勝てっこない。やれるだけのことはやらなきゃ。小隊長、ブルーマを排除して。ブルーマの造園、どこから。本体のカシマルには、ブルーマを作り出す機能があるんだよ。そんなの、どうやって全滅させるのよ。強制ブレイクイン。でも、このデータ形式は。初めて見るモビルスーツ、どこの。ファイルネームは MISTER-91514。 動きからすると無人機。あれ、桜ももともとそんな名前よね。初めての相手なんだけど、データ形式が似てるんだよ。この いた、カシマル。こうなったら私たちだけでも。待って、何かブレイクインしてくる。やはり君たちか。なるほど。ガンダムラドレイヤー。じゃあさっきのモビルスーツはやっぱり。小隊長、強行突破して。無駄だ小隊長、クルーマを分断できないのではな。こんなの本体に叩きさえすれば。ミノ姉さん、初期のクルーマにはエアキの修理、補給機能があるんだよ。さすがだな小隊長、君のデータも取っておくべきか。そのデータ何に使うつもりなの。私にはそれを答える権限は与えられていない。つまりやらされてるってこと。誰に。考えろ。わかるはずだ。そこをどきなさい。モビルアーマーを追わないと。無駄なことはやめたまえ。ガンダムフレームもこんなところか。とりあえず走らせてみるとしよう。一瞬データに干渉反応。なるほど、ラトレイヤの量産タイプ。まだまだ武器としては力不足。ブレイクミッションは実験場みたいに。そんなこと繰り返したら生死のデータが壊れちゃうよ。レディ・ユノ、君もまた入れきゃ生死を壊せる。ユノ姉さんを君と一緒にしないでよ。生死を壊せる。これはどうだ。まだやれるぞ。もらった。一息に飛び込め。ガンダムラトレイヤ、通称人大。これほどとはな小隊長。恐れるな、未来を見せること。具体性を欠いた言い方をしないで。私は何も書いたりなどしてはいない、レディ・ユノ。どっちのあなたが本当。なるほど、まだまだ更新の余地があるな、おやきも、こきも。もう、あいつわけわかんないんだけど。このミッションで何をやってんだろう。さくら、それはあと。モビルアーマーは。もう最終防衛ラインを超えたあたりだね。じゃあクルセが。この道鉄火弾が機能してないんじゃ勝てない。ギャレルホルンのメイクもいないみたいだし。ブレイクアウトしよう、みんなを探さなくちゃ。ひどいブレイクミッションだったけど、その理由が分かった気がするわ。オーバーフロー、システムオーバーフロー。システムから過剰落下を検出。そう、それ
無理なシステム介入によって歴史のデータが破損したみたい。あの量産型ラトレイヤーの容量を確保するために余剰データとして他のミッションに振り分けられたっていうのが正解だね。最初ブレイク現象を検索した時、大規模なシステムダウンで発生したのはそんな異常なデータにアクセスしたからか。振り分けられたデータだけど、具体的にはミッションに存在しなかった団長さん、三日月くん、秋広くん、そしてギャラルホルンの面々だけど、どのデータに入り込んだのかわからないんだよ。データが消失した可能性は？それはないと思う。歴史の保管こそが最優先の G ユニバースからデータが消失するなんてことが起きたら、システムそのものが破壊されかねないからね。そんなデータを読み込んだら、イリオンステーブルも赤くなるだけじゃ済まないよ。どこに入り込んだのかわからない散逸したデータ、何か手がかりでもあれば。手がかりあるぞ。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。あ、このデータは。ちょっとブリーフィングルームへ行こう。少し前の話をぶり返さなくちゃ。今回発生したブレイクミッションは2つ。異常なデータではなく通常のミッションだよ。両方とも1年戦争末期の歴史だけど。また私たちがいた歴史？戦争の末期って、一つ前のディレクトリのラサもそうだったじゃない。それよりもさらに後の歴史なんだよ。両ミッションともに宇宙世紀0079の末、クリスマスの時期だね。というわけで、今回選べるブレイクミッションは1年戦争の末期から2つ。12月19日のサイド6、中立コロニーのリボーか。クリスマスイブの宇宙要塞ソロモン攻略戦か。小隊長選べ、小隊長選べ。ようやく動き出したか。間に合うといいのだが。仕方がないとはいえ、これ以上ブレイク修正が進めばもう奴を止めることはできなくなる。だが俺にできることはこれくらいか。君にならできるはずだ。このセキュリティホールを突くことが。レディーユノ、ここがソロモン内部？まずはガンダムを見つけよう。なかなか愉快なセッションしてるじゃねえか。俺も混ぜろよ。あれ、もうガンダム見つかった？見ねえ顔だな。ムーア同胞団がまた連邦に金を積んだか。よう、ジョーちゃん、こんな戦場で彼氏探しかい？いや、そんなって、どなた？ガンダム違いだけど、味方だよ、ユノ姉さん。少尉、同行お願いします。俺とセッションがしたいってか。いいぜ、ついてきな、イオフレミングだ。よろしく。ブレイク現象、ブルーマ。なんだよこの作戦は。全然話が違うじゃねえか。作戦どころか、世界が間違ってるというか、歪んでるっていうか。世界、ユノの姉さん、ここはどこなんだ？鉄火団のみんな、まさかブルーマと一緒に。団長のモビルワーカーと隠れちまって。オルガ団長、応答願います。こちら、ユノ・アスタルトです。俺だ、ユノ。みんな無事か？戦線が乗り切った。くそ、またあの黒いおまけ野郎か。団長は大丈夫、私たちが迎えに行こう。死ぬんじゃねえぞ、お前ら。ここは俺たちの死に場所じゃねえ。団長、わかりました。鉄火団の底力を見せてやるぜ。随分と静かな戦場だぜ。新規癖と思ったら音楽消えてたぜ。それじゃあ BGM オン。やらせるか。乗ってきたぜ。この曲好き。いい感じだ。このままアンコールまで突っ走ろうじゃねえの。これはどうだ。飛ばしすぎた。ブラッシュすぎか。モビルアーマーのサブユニットまで出やがる。ワンパターンなんだよ。 BGM くらいは変えてみる？それくらいはやってもらわないとな。
これも好きかも。いいリズムだ。水を差してすまないが、悪い情報だ。ギャラルホルンのモビルスーツを見た。アリアンドットの連中だと思うが、近くに立てこもってる。月外縁機動統合艦隊の戦力ってことは敵か味方か、はっきりしやがれ。小隊長、核壁のスイッチを押して直接確かめましょう。どんな敵でも全力を尽くすのがクジャン家のおしめ。大物のご登場か。使徒願いがありそうだ。アリアンロッド第二艦隊の指揮官だもんね。そればかりか、クジャン家のご当主様だよ。抵抗するのならばこの意欲クジャンが打ち取ってくれよ。イオフレミングだ。しょぼいテクニックでついてくるなら置いていくぜ。今の俺にはレッキングがある。長距離狙撃タイプ。小隊長、イオ上位気をつけて。どんなにモビルスーツが高性能だろうとガキはガキってことだ。余裕だな。貴様の泣き面が目に浮かぶようだ。マナーの悪いファンはお断りだぜ。スナイパーってはどうにも馬が合わないんだよな。今のところすごく合ってる気がするけど。問題はそこじゃねえ、ユノ。まずいな、アリアンロッドか。部下たちの流した涙は今や私の血肉と同じ。ここで引くわけにはいかんのだ。お互い。くそ、なんたる屈辱だ。遠くからこそこそ撃ってたらよかったのにな。もはやここまで。だが悔いはない。クジャン家の誇りを抱いて華々しく散ろう。散っちゃダメだって。正しい歴史に戻ってもらわないと。この勇士、その目に刻め。向こうさんも随分と乗ってるじゃねえか。おい、そろそろフィナーレだ。最後まで手を抜くんじゃねえぞ。今ギャラルホルンとことを構えるのはまずい。動けなくするだけでいい。庄内長、イオ将に聞こえたわよね。冷めちまったぜ。厄介な客な、とっととお帰り願おうか。でっかブレイクアウト成功。よかった。チッ、すっきりしねえ終わり方だぜ。でも助かりました、イオ将尉。俺からも礼を言わせてもらうぜ、イオ。余計な手間かけさせちまったな。お前ら鉄火団がいれば、あのガキどもも少しは生き残れたかもしれないな。なんだって？アバよ、兄弟。ああ、また。どっかでな。生き残ったら乾杯だ。さて、ソロモン攻略戦、いよいよ大詰めだよ。ブレイクミッションで、オルガ団長をはじめ、鉄火団のみんなもブレイクアウトできたし、あとはモビルアーマーを見つけるだけ。そうなるね。飛び入りセッションしてくれたフルアーマーガンダムもサンダーボルト中域に戻っていったし。イオ・フレミング少尉、まさに稲妻のように現れて去っていったわね。ユナ、いいリズム。ユナ、今回のミッションは緑色のモビルアーマービクザムがソロモンを飛び立った後の話だね。ソロモンの外でガンダムを援護することになるよ。モビルアーマーさえ落とせれば、このソロモン攻略戦勝てる。私たちの未来を私たちが修正してなぞるか。これが未来を見据えるということ。その先に何があるというの？ハーメス・マーキュリー、あなたは何を知っているの？何を伝えたいの？なめるなよ。このビグザムは長距離ビームなぞどうということはない。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。悲しいけどこれ戦争なのよね。の下か、耐久防御。まだまだ。うわぁ、うぅ、機体のバランスが。まだ負けん。アムロ少尉さん、あのモビルアーマーのところまで援護します。了解、頼みます。
スレッカー級に僕が必ず。今のがビグザム、アムロ少尉が落としたの。ホワイトベース隊のスレッカーロー中尉だよ。彼がコアブースターで特攻したんだ。特攻？史実ではガンダム。来るがいい、カッパども。このビグザムがそこらのモビルアーマーやモビルスーツと違うところを見せてやる。こいつがスレッカー中尉よ。ガンダムか。モビルスーツ隊へ、こちらホワイトベース隊。残存戦力に集中させてください。ソロモンに残された最大戦力がこのビグザム。倒せればこの攻防戦に勝てるよ。やられはせんぞ、やられはせんぞ、貴様らごときにやられはせん。こうも簡単にソロモンが落ちるとは。まだなのか。でやっ、なんて攻撃力。やっぱりただ大きいだけのモビルアーマーじゃなかった。見たか、イグザムが量産の暁は連邦などあっという間に叩いてみせるわ。そんな重力から運用なんてできるの。最終目的は南米ジャブローへの降下だからね。あ、そうか、アプサラスも同じ。僕は自分のできることをやるだけだ。ジャブロー、そこか。僕にはエルダの力がある。表で吹き飛ばしてくれ。これで決める。消えて避けないでくれ。捕らえる。そこ一気に加工組だ。やれるだけの力だ。ふっ、決まった。そこだ。沈め。そこだ。踏み潰してくれる。ギャッ、ひねり邪魔だ。出てくれる。そう、まだか。私は軍人だ。ザビ家の伝統をつける軍人だ。死にはせん。さすがドブルザビ中将さん、簡単にはいかないね。これが僕たちが戦っている敵。そして我が妻ゼナ、そしてミネバのためにも決して負けるわけにはいかんのだ。ミネバってお子さんのこと。ミネバラオザビ様、父親同様にガンダムと関わる運命を背負った。今は1歳にも満たない乳児だけど、ソロモンからはもう脱出してるはず。敵にだって家族がいる。でも戦わなければならないんだ。ゼナ、ミネバ、無事逃げおせたか。問題ない。そこだ。沈め。踏み潰してくれる。ジュリアー、ジュリアー、ひねり。やるじゃん。邪魔だ。せ、肩を置いてくれる。沈め。終わりだ。逃がさ。や、そこ捕らえる。うわー、問題ない。たかが一機のモビルスーツにこのビグザムがやらせるか。やらせはせんぞ。貴様らごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせはせん。この俺がいるまでにはやらせはせんぞ。何者なんだ。何、あの紫色の影は新兵器なの？どうしたの？ミノ姉さん。確かに急にビグザムの出力が上がったけど、人の意志が見える。人の体を通して現れる力。あ、姉上、ゼナを、ミネバを頼む。勝ったのか。
スレッガー注意、やりました。ジオ軍撤退していきます。残存部隊は周囲の警戒に当たってください。アムロ少尉、小隊長、本当にお疲れ様でした。スレッガー注意の畑取れましたね。ありがとう、未来さんにも伝えないと。ユノ姉さん、ブレイクアウトしよう。これでチェンバラ作戦終了だからね。モビルアーマーから現れた影、何だったのかしら。なんか見ているだけで体の力が抜けるような。私たち AI では感知できない人の体を通して出る力か。今のところ小隊長のオーラは確認できてないかな。ただ出すなら怖いやつはやめてよ。まあ二人ともいろいろと思うところもあるだろうけど、これで翌日にはソロモンは陥落する。歴史は正しく流れていくことになるよ。ただ気になるのがポストディザスターの時代のデータだね。オルガ助けた、鉄火団助けた。ただガンダムフレームはどこにもいなかった。このディレクトリ、ガンダムフレームのデータが存在しないっぽいんだよね。これでこのディレクトリの修復はほぼ完了。なんだけど、ポストディザスターの時代がやっぱり修正のしようがないね。三日月、秋広、バクギリス、このディレクトリ内に確認できない。ハロ君の言う通り、ピースがないパズルは完成のさせようがないんだよ。まさか階層をまたいで他のディレクトリに。可能性は実は高いんだよ。次のディレクトリにつながる抜け道も見つかったし。そんなあっさり、罠なんじゃないの。セキュリティホール、セキュリティホール。ハッカーを捕まえるための常套手段ではあるけど、もしあいつならそんな回りくどいことする。確かに前回みたいに直接仕掛けてくるはずよね。ならさっさと次のディレクトリに行きましょう。それなんだけど、アクセス時点で弾かれちゃうんだよ。管理システムからの返答もないし、異常なブレイクミッションに接続した影響かも。そうよね、オデッサに戻らなきゃ。私たちの歴史に。ユノ、でもどうする、ユノ。ちょっと私が防壁破りプログラムを組んでみる。ハロ、キーボードを接続するからね。ユノ、接続 OK、 ユノ。いくらユノ姉さんとはいえ、そこらのスパゲッティコードじゃないんだから。確かに姉さんは以前フラグメントキーの小さなバグをその場で修正してるけど、でも今回はメインシステムへのアクセス、システム側の助けがなきゃさすがに無理があるよね。このコードのパターン、 AI が組んだにしてはムラが多すぎる。ユノ、何か分かったか、ユノ。やっぱりこのセキュリティホール、うまく偽装してあるけど、単純なシステムエラーや仕様の不備で発生したものじゃない。さてと、あとは仕上げをゴロウジロっと。え、もうできたの。何よ、不都合があるの。この前バグったフラグメントキーの修正はしたし、空いた時間でコード解析はやってたのよ。スーパーハッカーいた。ただのプログラマーよ。そんな怪しげなのと一緒にしないで。ユノ、次のディレクトリー移動可能。パスコード入力やりたかったな。また今度にしなさい。さてこれで次に進めるとして、ハーメスが言っていた未来を見据えろのシーンは分からずじまい。未来が続くとして、ジオンのルビコン作戦、連邦のチェンバロ作戦。じゃあ次は。